はい、えー、3671回始めたいと思います、えー、2024年11月14日です、はいえー、木曜日かな、入ったところですね、はいうん、さっきのね、一個前の,あの、うん、100歳まで生きる人の共通点とか、そういう話、あれがちょっと長くて疲れちゃったんだけど、もう山越えましたよ。 あとはまたねあの短い記事 <laughs> 事件とか <laughs> そういうやつなんで楽ちんですはいいきます、えー、これは若狭若狭って言ったらあれだね北陸の北陸の方だよねこれね福井県かうん、えー、若狭高浜病院の事務職員着服で懲戒解雇ってなってますね備品の売却益12万円ねこれ着服したんでのす、ー、これ着服したんでしょ十12万円ね上司に問われ発覚っていうことでね若狭 高浜病院12万円の着服で懲戒解雇ねあのうんまあ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 ちょっと魔が差したのかなうん独立行政法人ね地域医療機能推進機構 JCO あるねこれ結構宮城にもあるよ JCO 独立行政法人地域医療機能推進機構 JCO、うん、本部東京は11月8日 運営する福井県高浜町の、えー、若狭高浜病院の50代事務職員が不要となった備品の売却益、えー、なんか備品を売ったんでしょ、うん、その売却益12万とび790円を着服したとして、えー、同時続けで懲戒解雇処分としたと、うん、発表したと、うん、この JCO によると、えー、JCO って JCHO ねこれ何だか分かんないけどいろんなところにあるんだよね、うん、病院ね病院。よ、うん、るとこの事務職員は2022年7月21から2024年2月15日の間合計9回にわたって、ね、あの鉄製のベッドとか、うん、エアコンなどの売却、うんあ,のまあ古くなったベッドとか エアコンとかを、まあ、売却ししたんでしょその時の病院会見に収めずに着服していたということですでに全額返済され使途、えー、は調査中ということでお金は返金されているということですね返してはいるとだけど懲戒解雇ということですね事務職員は、えー、福井県小浜市内の買い取り業者に持ち込む、えー、廃棄作業の担当だったということで上司が今年2月、ね、廃棄作業から戻った事務職員に対して 売却益はいくらになったと尋ねたところ曖昧な返事をしたため不信任を持って調査して発覚したということですね。あの病院側は4月11日に業務上横領容疑でオバマ署に被害届を提出したということでね管理監督責任で病院長は口頭で厳重注意を受けたということで2人以上の廃棄作業にあたるなど今後ね あのまあ廃棄作業、1人じゃなくて2人以上にするなどの対策をするということでまあでも厳しいな、これ厳しいうん返金したんだからいいじゃないかって言ってやりたくもなるけど懲戒解雇だからね、これうんまあ病院といえでもね普通のまあ会社みたいなもんでね,あのね処分ね懲戒解雇にするか。 まあね、訓戒にするか口頭注意にするかっていうのはもうその会社ごとっていうかねあの組織ごとによってあれだけどちょっと厳しいねこれは、うん、まあ確かに何か事務職員であのいらなくなった机とかねベッドとかそういったものを売却すると、ねうん、いう時のまあうんあのー、まあちょろっとよ1万とか2万とかの話でしょ、うん、それを、まあ、その都度着服していたっていう話なんだけども。うん 厳しいね合計9回にわたって12万円って書いてあるかな、うん、着服したってなってるねあのー、なってるなってるなってるけど12万円で懲戒解雇、うん、これ上司もちょっと片打つっていうかちょっと厳しい人だったんじゃないのちょっとあの売却益どうなったのって言った時に曖昧な返事したためにちょっと調査したうんそんで上司に報告してまあ 病院側もね、これ事実こう報告されたらやっぱ処分下さなきゃなんないからっていうことなんだけど、懲戒解雇はちょっと厳しいような気がするな、うん。あの、私もね、いろんな仕事を経験しているけど、あのー、私はこの廃棄あの、不要になったものを売却したりっていう担当になったことはないけど、一箇所ね、 いたよこういう人 <laughs> あの、うん、いらなくなったものとか売却して、まあ、例えばそのねあの営業所とか4人とかいたらあるものをね売却して、ね、いや鉄とかさ鉄靴とかさそういうの売れんのよね売るとやっぱり5万とかになるのよいや5万になったよつってその営業所4人とかで山分け1万いくらずつ山分けしたとこやるね、うん、あるよ会社に内緒で、うん、そういうのはある、うん、っていうことでさ 意外にあるんじゃないのこれ、うん、あので会社には普通にねあのゴ、ー、ミの処分場に行って捨ててきたとかさ言えば通る話だから、うん、そう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 ,そういうのはね正直今までありました私も、うん、ねえだからこれはちょっとね売却ねだって二年。 2022年7月から2024年2月ってやるら1年半ぐらいの間か1年半ぐらいの間で合計9回にわたってそのベッドとかね病院でいらなくなったエアコンなどの売却益合計12万いくらでしょこれをあの着服したっていうんだ1年半で12万かまあちっちゃい金額ではないけど着服なあのうちうちでね うん、この事務職員の上司、うん、うちうちで処理してもよかったんじゃないかなと思うよ、これぐらいだったら。うん、あとこの事務職員と上司との、ね、間の人間関係、うん、どういう関係だったのかもよるよね、仲良しだったらこれ見逃してくれたよ、多分 <laughs> 仲良しだったら、うん。これがあんのよ、日本の企業社会、仲良しだったら仲良くね、何、うん、んでも。 仲が悪いとこうやって懲戒解雇にしちゃうみたいなのがあるんですよ、日本社会っていうのは。うんはいうのは、仲良しクラブみたいになってるから、上の方っていうのはね。はい,っていうことです、はい、ちょっと厳しいかなと思うよ、私、ね、あの福井の高浜病院、若狭高,山高浜病院の事務職員が、えー、着服で懲戒解雇になりましたっていうことでね、ちょっと厳しいかなと思うよ、50代の事務職員、はい、終わりたいと思います。 チャンネル登録高評価お願いします失礼します